さあ続いてのプレーこちらです。はい、うん、大阪ですか。ルアン選手のゴールシーン、おー、はいはいはい、これちょっと僕好きなんですけどね、うんうん、再び切り返してのゴール、はい、うん、個人的にもね、あの僕選手時代こういうプレーよくしてたんですけど、はいはいはい、まあ、のまずは完全にここからボールを中松選手預けた、はいはいはい、ここからこの選手たちが逆の、要はここのスペースを使うために、ここのスペースを使うために、うん、味方が開けてくれるんですよね。なるほど、アイソレーションってやつですね、はい、ここですよね、はい、もう完全にここの1対1ですよね、うんうん、ここの1対1に対して優位性を出してあげるために、はい、この2枚がこのポジションを取る。なるほど、そうすることでカバーリングがこのエリアですよね、はい、カバーリングいけない、ちょっと行きづらい、そうですね、ような状態を、はい、作ってる、うん、この状態を見極めて、うん、まあ、中に、左利きなので中に運んで、はい、このシュートですよね、一番怖いのは。そうですね、まあ、そこのイメージまでなんとなくここでできますよね、はいはい、左利きだし、はい、うん、なので対峙したディフェンス上村選手なんですけど、はい、ここで打たせたくはないっていう思いがあったと思いますし、うん、はい、ルアン選手はやはり自分の特徴をよく分かっているので、これを武器として相手も警戒してるっていうのは分かってると思うんですよね、うんうん、なのでそこでシュートキャンセルをして、はい、おー、もうあとはここですよね、カバーリングいけないこのエリアに運んで、うん、まあ、ちょっとね、おそらくここからのパワーポストのパスもね、うん、イメージできたと思うんですよね。確かにそうですね、はい、なので、うん、まあ、おそらくちょっとね、狙った形、狙ったシュートではなかったかもしれないですけど、はい、ファーポストめがけて右足を振り抜いた、うん、それが結果ゴールに結びついた。なるほどね、これただですよ、中松選手カットインからのシュートを警戒してたけれども、はい、逆行かれたので、はい、これ第2ピリオド以降ちょっとディフェンスの考え方若干重心変えないとっていう部分は、まあ、でも難しいですよね、はい、もうこの状態でボール持たれちゃうと、はい、ある程度、うん、もう上村選手もだいぶ振られてると思うので、そうですね、ここ進めますけど、はい、ここ、はい、進んで、うんうんうん、ここですよね、もうこの時点で、はい、まあ、今ちょっとだけ戻します、はい、ここでこのまま、はい、このまま縦に行くっていうのもあったと思うので、あ、そうですね、はい、ここから縦に行ってここですよね、うん、この時点ではファーストチョイスの警戒はそれですよね、はいはい、なのでちょっとディフェンスとしてもやっぱここを最初は警戒しますよね。なるほどね、そこからのカットイン、はい、うん、キャンセル、縦、あ、素晴らしかったですよね。3つぐらい振り切ってるっていう風なところが、1つこれ中松選手の個で打開したシーンと、はい、もう本当に素晴らしい個の力を見せてくれましたね、はい、まあ、これはね、確かにあのこういうプレーが好きだっていう人は結構多いかもしれないですよね、個人的には好きでしたね、はい、中松選手の素晴らしいプレー、ここまで解説していただきました。